二社減損は全く同じ記号と番号を持つ鉄道車両が同じ鉄道事業者に複数同時に存在することである。二社減損状態になっていた国鉄家系100形系状機,機関車の系106号機基本的に避けるべき事態ではあるが、一つの事業者が軌道事業と鉄道事業を兼営している場合に、それぞれの事業ごとに独立した形式番号体系があるケースや、 合併や買収によって複数の鉄道事業者が一つになった場合に、これらが、会番整理されるまでの間、過渡的に生じることがある。上記の場合を除いて、二者減損が発生する原因としては、改造、会番の際の担当者の勘違いによるものが多く、また、現場で番号を書き間違えたために発生する場合も、ある。大抵はすぐ発見されて、訂正の手続きが取られるが、 国鉄系100系蒸気機関車のように、そのまま廃車まで訂正されなかったケースもある。量数が多く、携帯の似たものが多数を占めている貨車で発生するケースが多く、日本国有鉄道では、電車や、前述の蒸気機関車で発生したことがある。また、客車の場合、オロネフ10型で、二車減損が発生。旧型客車及び50系客車の電気暖房車は、 新生児からの電気暖房装備車、改造にて電気暖房を取り付けた車両とも原場プラス2000に不満され、同番の非電気暖房車と同時に存在しない。また、お湯12系、梅雨13型のように電気暖房の有無で重量等級が分かれ、形式が変わる場合でも番号は重複しないように不満されている。しかし、オロネフ10系の場合、1969年に オロネ重型から改造されたとき、電気暖房車からの改造されたため、2001,2002,2003,2004と不番され、続いて1974年に追加で2両、改造された際に、非電気暖房車から改造されたため、本来なら5、6と不番されるところが誤って1、2と不番され、1、2と2001,2002が同時に存在した。この場合、 電気暖房の装備もしくは撤去をした際、直ちに日射原損になるが、オロネフ十型は廃車まで訂正はされなかった。同じ鉄道事業者において、同時に存在することが要件であり、過去に存在した車両が廃車、または、改版されたことにより空いた、形式番号を再び別の車両に与えることは、多くの鉄道事業者で行われており、こういったケースは日射原損とは言わないが、 再び過去に存在したのと同じ形式を別の車両に付与しようとする場合に過去に存在した車両と番号が重複しないよう番号をオフセットさせて付与したりハイフンを使用するなど異なる様式の不安体系を採用する場合がある。また、相互乗り入れを行う複数の鉄道事業者間で業務連絡などで混同が生じないよう乗り入れ先に所属する車両と番号が重複しないように 鉄道事業者ごとに付与できる番号を割り当てるケースも見られる。また、車両形式自体を変更する場合もある。逆にそうした配慮を行わず、乗り入れ先で同じ番号の車両が存在するケースも存在する。しかしこの場合は所有している鉄道事業者が異なるため、二車減損には含まない。国鉄分割民営化後に発足した JR 各社において、 独自に行った車両の心臓や改造改版等により、機動車と客車に同じ記号番号を持つ車両が発生しているが、同じ JR グループに属するとはいえ、異なる鉄道事業者間において発生したものであり、これも二者減損とは言えないケースである。ありがとうございます。